はい今日はこの YouTube の動画を作り始め YouTube チャンネルを作ったりしている中で、えー、先日、まあ、作戦版のアプリの会社の CEO と話をすることができてそういった中で Twitter に投稿するという経験を始めました。な、えー、なかなか の容量が正直わからず使ったことがなかったので、えーとまあ、確認をしながらやってきましたが、まあ、そういった中でさまざまな世界中の人たちとつながることができるっていうのが何かこのツイッターのいいところですかねであまり今までは使ったことなかったのでなかなか情報も日本の中だとか、まあ、自分のテリトリー内だけでしたが、まあ、こういった SNS を使うことによって世界中のコーチのアイディアを見ることができるっていうのをこの年になってやっと気づきました。まあそういった中で、えっと、スコットランドのコーチですね、まあ、スコットランド協会サッカー協会でしてコーチをしているデイビッドたちが作ったスコットランドコーチ 資料をを今日はちょっとと紹介をしていいいきたいと思いますかなりまあこういった情報がまあ、今回はデイビッドのコーチが作ったものを紹介しますがさまざまなアイディアがまとめられているというのが分かります。えっと自分もいろいろな形でトレーニングをまとめたりとかしてきましたが、まあ、ここまで まとめている海外の人たちを目の当たりにするとまだまだ勉強が足りないなって思う日々ではありますが、えっと、確認をしていきたいと思いますツイッター上で、えっと、仲間になっているので、えーまあ、フォローしている仲間というかフォローしているされているという関係になっているので、えーまあ、ここですね、まあ、こういった中で彼のツイート固定されたツイートですね、まあみ 皆さん、興味を持っていただけたら、彼のツイッター、もしくは本この共有の資料を見ていただきたいと思います。ここではプラクティスするプレイということで、スライド,共ライドを共有してくれています。あの英語ですのであの、ちょっと難しいなって思う人もいるかと思います。私もそうですが、英語が得意ではないです。 ですので、まあ、難しい部分はありますが、まあ、今はかなり翻訳機能がたけてきていますので、グーグルの翻訳を使ったり、ディープ L の翻訳を使ったり、僕はしています。ちょっとここ消しますね。失礼しました。はい、で、えっと、開けていきたいと思います。 Google のフォルダを共有してくれていて、このような形で81ページの資料を作ってくれています。かなり精密にできていて、細かくできていて、そのコンセプトも明確にされています。まあ僕の方で約束を するわけではちょっとないですけども、大まかな感覚だけをお伝えしていきたいと思います。まあ、こういった形でまあ皆さん後でえっと時間があるときに見ていただいたりとか、読めなくても映像を入れとい入れてくれているので、えー、雰囲気が分かったり様相が分かったりするっていうのがこういったあ YouTube を使ったあもの。 映像だとか戦術また僕が使わせていただいている作戦版のアプリなんかもまああの目的だとか、うん、トレーニングのポイントだとかっていうのは実は必要だとは思うんですけどもまあ、イメージっていうのはこういったものがあれば。 見ているだけでまた新たな発見が出てくるんではないのかなって正直思っているところがあります。ですので、まあ、皆さんも英語だからということでちょっと毛嫌いするのではなくてちょっと見ていただきながら、えー、参考になればいいかなと思います。いろいろな情報があるということで確認してください。でこれはスコットランドので働いているニール・デイビッドコーチですね。 で8歳から14歳をターゲットにしたトレーニングを紹介をしてますよということですね。はいであのまあ、それぞれ皆さんがあ対象としている子どもたちのレベルに応じてもどんどん変えてくださいねということで書かれています。でここでは、まあ、プ,ラクプラクティスとプレイといったトレーニングのメニューが入っているんですけども。まああの 環境をできるだけ、えー、楽しかったりできるようにしたりだとかする環境を作ったりするっていうのでプラクティスで、まあ、ゲームの要素を入れながら、ね、適応させていく、まあ、いろいろな形で能力を引き上げていくっていうようなやりながら学ばせるっていうのがプレイっていうことでしてあります。で多くの スライドはこのような形でプラクティスとプレイが普通になっています。ですね。で、そこにはまあ細かく説明が入っていたり、入ってなかったりだとかします。ですから、まあそういったものをまあ見取っていくっていうことですね。読み取っていくっていうのが一つポイントになってくるかと思います。ちょっと流してみましょうか。プラクティス2を流すと、まあ、YouTube に流れますが流れるので。 声も特に入っていません。まあ、こんな形で青と黄色と赤のマーカーをどんどんぐるぐる回ってねっていう感じですね。シュート打つのかなあちょっと説明が出てますね。で、それを今度こっちで見てみると。って方向がついたパス。そして。 って感じですかねはい、まあ、ゴールは特に関係ないようですね。まあ、こういった形で流れていきます。まあ、ゲーム形式、方向性をつけたなんていったところで出てきますね。まあ、こういったものを参考にしながらあやっていただければなと思います。ですね。まあ、こういったのが流れています。では、これはコーチが考えなかっ考慮事項っていうのの形で書いてあります。まあ、子どもたちはゴールすることがすごい好きなのでっていうことが書いてあったり、人数を カプレイの確保をしたりだとか人数ってすごく大切だっていうのをちょっと書いてありますねちょっと間違っていたらすいませんでボールを、えっと、何かしらいいことが出会ったらあとボールを渡してあげるっていうアイデアはすごくいいだろうというのにこの書いてありますはいまあいっぱい、えー、出てますねでそういった間の中に、えー ちょっと説明が入っていすごく、うん、分かりやすく説明がされています。まあ、プラクティスとネットプレイをうまく組み分けながら使ってくださいということですね、まあ。いろいろな関係があるのでまあ皆さん、えー、ぜひうまく使い分けてくださいということですね。はい。で、えー ピッチのエリアも提案をしているってことですね。プレイヤーズって書いてあって、1対1から6対6をちょっと伝えてあって、まあ、エリアに応じても、やはり、えー、講師の切り替え等々の時間をできるだけ小さくしたいということで、少なくしたいというので提案されています。まあ、16。 はいでこういった環境をできるだけ良くしてあげて、まあ、できるだけ指示を少なくしようなんていうのが書かれていますね。まあ、よく日本の講習会でも、こういったオーガナイズをしっかりして、えっと、コーチングを、まあ、問いかけにしようよとか投げかけにしようよって、ね、正解言うわけではなくてねって、プレーをそのまま伝えるんだけじゃなくてねっていうことで、えっと、ここでも同じようなことが書かれています。 まあそうした中で4つの発展の仕方があるよということで、えー、ここに書かれていますね。はい。いいですかね。まあ,あの、の読んで調べていただくっていうのも1つの手だと思います。環境だとか指示だとか、えー、フィードバック全体でっていう形で。で、えーと、インストラクト、インストラクションはちょっと少ない、減少する、ダウンですね。で、 まあ,あ、応じるとか反映するっていうのはいつもだよってことで書かれています。まあ、こういったものはなかなか、ちょっと映像見てみますか。はい、デイビットが作ってくれていますね。失礼。はい、まあ、こんな感じで。 いろんな形でぐるっと回って,いってんですね。はい。はい。ここは助けを助,走助長させた、まあ、助けとなる学習ということで、えー、説明がなされています。いいかな。ちょっと我慢しようよって言ったところが多分これ、書いてあるかと思います。我慢していきましょう。 あの答えとかを説明したくなるったり伝えたくなるけどそれは子どもたちの成長を阻害しているよということででそうですねそういったことが書いてありますはいまあ,あの強制的な楽しみなんていったところでえ確認がされていますまあそうするまあ あの自然と遊んでしまうんだということですね。そういったことを楽しみになってくるんだ。そういうセットをするとっていうことを学ばしておくと、えっと、トレーニングすることが子どもたち好きになるだろうし、その行く末はコーチのことを好きになるよということで書いてあります。ね、いかがですかね。まあ、アイディアっていろいろな形があって、えっと、書かれています。えっと、これ、えっと、ドア、さっき調べたんですけど、何でしたっけちょっとストップ。 思い出しました。自立ってことですね。まあいろいろな形で、まあ、いろいろなことを選手たちに決めさせたり、聞いたりだとかするっていうことで、選手が自立していくよっていうことがここに書かれています。まあ、日本でもいろいろ言われてますが、これトレーニングのプランも考えさせてみようとか、えー、いろいろなことで、えー、と聞いてみようとか、問いかけてみようというのが書かれていますね。はい、まあ、ちょっと で、まあ、こういった、まあ、これ、コーチングのポイントに関しては、どういったことをせしたらいいのかって、今までのものと、これ、提案したものをということで書かれています。まあ、皆さんも参考にしていただけたらなと思います。はい。うん、忍耐ですね、これね。えっと、考えさせること、考えさせることを、えっと、 許すことっていうのは我々にとってみると子供にとってはすごくいいプレイヤーになる可能性があるよってことが書かれています。まあやはりチャレンジするってこともすごく大切なんですね。それを許す我々がいなきゃだめだってことですね。はい。で環境の強化ということで私たちが考えなきゃいけないことをまあ 情熱的な、熱狂的なボディランゲージなんて書いてありますけども、そういったところ、まあ、フィードバックを常にしたりとか、こちらから聞いてあげたりだとか、逆に、えー、伝えたりだとかっていうのが必要ですねっていうことで書かれているかと思います。うんですね。はい、次行きましょうか。まあ、かなり そうした中で、まあ、プラクティスとプレイなんていったところもありながらプレイグラウンドや例文も入れてあげると子どもたちは喜びますねっていうことも含めて書かれています。まあ、ここの中で色子どもたちが、まあ、将来的長く長い期間あので成長していくってことを考えていくと、まあ、こういった段階があってっとピンクのところにプラクティスする。 プレイっていうのがあ次にデ,デベロップ・ユア・ゲームっていうのはかなり長いスパンでありますけどねっていうことで書かれています。まあ、こういった位置づけだっていうことで理解をしてください。はい、ここから、えっと、デイビッドではなくて、えっと、周りの仲間たちが出してくれたトレーニング案ということでここに書かれています。まあ、多くの方が同じような形で考えているっていうことですね。まあ、発想がいっぱいあって いくと思いますで、えっと、例を出してもらってます。これちょっと僕の発想には全然なくて、プラクティス24やったら、プレイを24やらなければいけないかななんて思ってたんです。そういうわけではないっていうアイディアですね。なので、まあ、うまくそこを合わせながらやってくれればいいんだということで書いてありますね。 大丈夫そうですね、はいうん、うまく2つに分けて、えっと、1つの方はプラクティス24、もう1つの方はプレイ2でやったりとかしてもいいんだぞ、なんていうふうに書かれていますね。はい。まあ、いろいろやってます。そうですね。では、ブラックですね。また同じような形で書かれていてですね。はい。いっぱい仲間がいるって。 とことですねでこれは企業団体で、えー、この人たちから、えー、とこにもらってるということでかかっています。はい、いっぱいありますね。はい。で、最後に、まあ、このゲームのゲームっていうことで、まあ、最後に、えー、と2人のプレイヤーに聞くんだって、えー、で、どういった、何、どういったゲームがやりたいんだっていうのを聞いてみて、それでプランニングしてくるっていうのを考えるっていうことでしたね。ねまあ、そういったのも次のためにいうことです。 でゴールキーパーについてもアイディアが出されているということですね。まあ、ちょっとこれは、うん、そうですね。はい。で、僕もお世話になっているテクニカルパッドと、まあ、ちょっと隣はわかりません。これですね。はい。テクニカルパッドですね戦。作戦版アプリですね。アニメーションの。はい。で、デイビッドのコンタクトになりますので、もし機会がありましたら、皆さん、えっと、スライド見ていただき、えー 情報を得ていて疑問になることがあれば、えっと、彼に問い合わせてみてください。それでは、デイビッドコーチの作ってくれた紹介、エーこれで終わりたいと思います。